皆さんこんにちは。マイクラで街づくりをしているケイポンと申します。今日はね、マイクラ講座的なものを作ってみようと思いまして、新しく始めていきたいと思いますが、このチャンネルの視聴者さんは割と初心者の方が多いので、そういった人たちに向けてちょっと動画を作ってみようかなと思いまして、今日はやっていきます。これから一人でやろうとか、友達と一緒に始めようとか、あとはお子さんと一緒に始めるお父さんお母さんとか、そういった方に向けてね、超初心者向けのマイクラのこの入りの部分のね、話をしていきたいと思っています。では早速始めていきたいと思いますが、まずはプレイボタンを押しましょう。そして新しく作る、ワールド新規作成。そうするとこんな画面が出てきますが、ここでこれから自分たちだけの世界というのを作っていくわけですが、その世界の名前を入れていきます。何でもいいですね。ここは自分の好きな名前をつけてください。そしてゲームモードはサバイバルでやっていきましょう。そしてこのサバイバルの難易度を決めるところは、ノーマル、自分はこれでやっていくつもりですが、少し下げてイージーとかにしても大丈夫です。ピースフルにすると、そもそも敵モブ、モンスターが出てこなくなってしまうんですよ。モンスターからゲットできるアイテムとかが入手できなくなってしまうので、最低でもイージーでやった方がいいんじゃないかなと思いますね。逆にハードにするとノーマルよりも、この敵対モブ、要はモンスターからのダメージが多くなったりとか、お腹が減りやすくなったりとかするんで、とりあえず初心者の方はノーマルかイージーでやっていきましょう。で、詳細設定を開きます。で、ここで一番見てほしいのは座標の表示。これをオンにしておいてください。自分のね、現在地がわかるようになります。あとは他にもボーナスチェスト。開始時に地図を所持。この二つをね、オンにしておきましょう。この二つは最初から便利なアイテムが手に入るようになります。初心者が見るべき項目はここだけなので、他の項目はね、後で機会があれば見ていきたいと思います。では早速この作成ボタンを押してこの世界を作っていきましょう。では早速出てきました。平原ですね。仮に砂漠とか、あと雪の世界、雪原に出てしまったりとか、初心者にはちょっと難しい地形が出てきてしまう場合があります。できるだけここと同じような平原とか、あとはこちらにあります森が出てくるまで、ワールドを何度も作り直して、いわゆるワールドガチャをやっていきましょう。では、この周りを見渡すと、ボーナスチェストが入っています。ここを開くとね、最初からこんな便利なアイテムが入っています。とりあえず今はこれを置いておきましょう。で、手持ちにも、このまっさらな地図を持っていますが、一旦このチェストの中に入れておきましょう。桜なんかもありますね。とりあえず最初にやらなければいけないことは、この木の伐採ですね。木の伐採は、このように掘るボタンを押すと、ひびが入っていてアイテム化します。そしてそれを近づくと拾えるので、これを繰り返して木を集めていきます。すべて伐採しきると、こうやって葉っぱだけになるんですが、この葉っぱは少しずつなくなっていきますね。そしてしばらく待っていると、ちょこちょこアイテムが落ちてきますので、それを拾っておきましょう。これは苗木ですね。このように植えておくと、またこれと同じ木が、時間経過で生えてくるようになります。あとは木の棒とか、たまにリンゴが落ちてきたりもするので、特にリンゴなんかは序盤結構ね、食料として大事なので取っておきましょう。木にはそれぞれ種類がありまして、今伐採したのはオーク、カシの木ですね。で、これは白樺の木。白樺の原木って書いてありますね。少し色が違うだけで基本的には同じです。あとはここの土地には振り返ると桜の木があるので、現状3種類の木がここに集まっていることになりますね。ではこれから道具を作っていきます。道具がないと本当に何も始まらないんですよ。なので道具を作る画面を出しましょう。この画面ですね。クラフト画面とかって自分は呼んでますね。今持っているものは原木。この2種類です。なのでこの原木から作れるものがこの横にね、レシピとして並んでます。とりあえずこの多くの板材を作りましょう。だいたい8個。1つの原木から4つの板材が作れるので、とりあえず8個作りました。そして一番最初に作りたいのは、この作業台ですね。板材を4つで1つの作業台が作れます。ちょっと待っててくれ。お前は後でさ、ちょっと出てくるから。作業台ができましたら、作業台置いてみましょう。こんな感じの見た目で昔から変わってないですね。ここに刃物とかがついてて、ハンマーとかもありますね。これがあると、作れるものが増えます。階段とかね、ドアが出てきましたね。これで建築をするわけです。でとりあえず、この棒を作っておきましょう。そして、またこの多くの原木から板材を作って、このように棒と板材を手元に持っていると、木の剣、木の斧、木のつるはし、木のシャベル、木のクワ、こうやって5種類の道具が出てきました。今現状欲しいのは、斧、
そしてツルハシ、シャベルの3点セットですね。こういった道具が何の役に立つのか実際に使ってみましょう。まあ、ちょうどここの裏側が斜面になってますよね。なのでここに横穴を掘っていきましょう。この土を掘るときにシャベルを使います。普通にこうやって素手で掘るよりもこのシャベルで掘った方が少しね早く掘れるんですね。で今は木のシャベルですが、石とか鉄になるにつれてより掘る速度が速くなっていくので、まあ早いところね、この道具のグレードアップもしていきたいところです。でしばらく掘っていくと今度は石が見えてきました。この石はツルハシで掘っていくとこのように丸石としてアイテム化します。まあ、この丸石も結構使うのでね、アイテム化したら必ず拾っていきましょう。まあ、ひとまずね、ここを家にしていきますか。まあ、この斧が何かというと、まあ、さっきは手でね、この木を伐採しましたが、あの木をより早くこの斧で伐採することができるようになります。そしてそれぞれこうやって攻撃力というのが出てますが、まあ、シャベルが攻撃力プラス1、ツルハシがプラス2、斧がプラス3といったように、これを武器として使うこともできます。まあ、現状、斧が一番攻撃力が高いので、何かモンスターが出てきたりとかした場合、この斧で戦うのが一番いいということですね。で、この斧は、この木製のものであれば、木と同じように壊すスピードが速くなるので、この作業台とか、あとはこのチェストとかがそれに当たります。今、太陽の位置があそこなので、そろそろ日が沈んできますね。日が沈む前に、あそこの洞穴に避難して、夜の時間をやり過ごす必要がありますね。では、ここに作業台を移動しておきますか。そして時間までもう一本ぐらい木を切っておきましょう。徐々に日が暮れてきましたね。あそこのね、松明の光があるので、まあ、こうやって今場所がわかりますが、仮に場所がわからなくなってしまったときは、まあ、ここのね、左上の1というのを見ます。2、80、29と書いてありますが、これ移動すると数字がね、増えたり減ったりするので、この2、80、29に戻っていきたいときは、この数字を覚えておけば、まあ、これがね、現在地の情報になるので、迷子にならないということです。いや、このままですと、この入り口がね、もうガラ空きなので、ここにドアを作っていきましょう。ドアは、このオークの原木で作ります。もちろん白樺とかでも作れますが、今はちょっとオークばかり持っているので、このオークのドアを作りました。そして、ここに、ドアを設置します。まあ、そうすればね、ここからモンスターは入ってこれません。夜になると、この周囲がモンスターだらけになってきます。なので、こうやってあらかじめ隠れ家を作っておく必要があるんですね。最初のうちは大体こんな感じで夜が来てしまうと思うので、こうやってじっとね、朝になるのを待つ必要がありますが、マイクラの世界は昼間が10分、そして夜が10分の合計20分で1日が経過します。なので、あと10分超えてじっとしている必要があるわけですね。まあ、今、おそらく外にいるであろうモンスターは、まあ、ゾンビ、スケルトン、クリーパーとか、このあたりが代表的なものになるでしょうね。まあ、それぞれ特徴があるので、まあ、いずれ現れたら覚えておきましょう。慣れるまではできるだけ出会わないようにしましょう。なので、こうやって夜は隠れたりとか、あとはもし出会ってしまっても無視して逃げましょう。では、この夜のうちにできることがあるのか、ちょっと見ていきますか。ちょうどね、この丸石が11個あるので、作業台でこのかまどを作っておきましょう。こうやって横に置いておきます。このかまどは燃料があれば、何かを燃やして、まあ、焼くことができるんですね。燃料は燃えそうなものがあれば何でもいいので、例えば、まあ、棒とか、こういったものが燃料になります。そしてこの上に焼きたいものを入れるんですけど、この原木をちょっと焼いてみましょうか。そうするとね、かまどに火がついて、この原木が焼かれ始めました。そして、この矢印が一番右側まで行った時に、この完成品ができます。木炭ができましたね。この木炭は燃料に特化したアイテムです。なので、これをさらに、ここに置くと、まあ、燃料として使えるようになりまして、先ほどの棒よりも一つでたくさんのものを焼くことができるんです。最終的にね、生肉とかを手に入れれば、ここで肉を調理することもできます。次はこの木炭を使ってちょっと明かりを作っていきましょう。まあ、ちょうどね、多くの板材が残っているので、また棒を作ります。で、この棒と木炭があれば明かりを作ることができるんですが、まあ、ここのレシピの中にないですよね。これはそのアイテムをアンロックしていないからということになります。アンロックしていない場合は、実際にそのアイテムを手に入れるとか、その何かしらの条件を満たすことで、このレシピのアンロックをしなきゃいけないんです。まあ、今現状では一番やりやすいのは木炭と、この棒をクラフトのこのテーブルの上に置いて、まあ、実際に松明を作ってしまうことです。ただし、この置き方を覚えていないと、この松明は作れないので、この置き方とかをインターネットで調べてみるのもいいかなと思います。とりあえず、この松明を作ります。そうするとね、次回からここのレシピから選んで作れるようになります。あとはそこにね、松明が実際にあるので、あれを拾ってくればアンロックされるでしょう。松明を置くとこのようにね、明かりを取ることができるんですね。
まあ、ちなみにここの壁にかけることもできます。で、壊すボタンで簡単に回収もできるので、結構めちゃくちゃ使えるアイテムなんですよね。で、夜でもこの辺をこうやって明るくしていれば、この明るい部分には少なくともゾンビとかスケルトンのようなモンスターは湧かなくなるので、松明を使って湧き潰しをしておく必要もありますね。よし、これでこの辺りにはもう湧きません。ただもっともっと広げていかないとあまり意味がないので、まあ、それは今後に期待ということで。そして今はこの丸石を持っているので、この道具をね、石のものにグレードアップすることができるようになりましたね。まあ、グレードアップするならば、とりあえず今は斧にしましょう。ということはこの木の斧がもう正直いらないので、これは燃料として使うことができます。ちょっと今は焼くものがないので、まあ、次の日になんか焼くものを探していきますか。だんだん空が明るくなってきた気がする。初日の出だね。もう少し太陽が高く昇ったら外に出てみましょう。では外に出ていきましょう。うん、ゾンビが燃えてますね。こいつがゾンビです。このゾンビやスケルトンは日の光に当たるとね、消えてなくなるんですけど、あれ、ああ燃えましたね。ゾンビとスケルトン、まあ、いわゆるアンデッド系は、まあ、このようにね、昼間になると消えていなくなります。まあ、鬼滅の刃のね、鬼みたいなもんですね。昨日全く手をつけなかった、まあ、このね、ボーナスチェストを見ていきましょう。まあ、こんな感じでね、最初から木が入ってたりとか、あと食べ物もありますね。パン、リンゴ、ジャガイモ、魚。そしてここにはない逃避の木の苗木がありました。で、他にも棒とか、ビートルート、まあ、作物の種ですね。で、サボテンとキノコがあります。そして、まあ、石の斧、木のつるはしが最初から入ってますね。まあ、そしてこれは別途持っていたまっさらな地図です。そしてこのチェスト自体も使えるので、斧で回収して、まあ、この周りの松明ももらっておきましょう。まあ、本来は一番最初にこれやっていいんですけど、まあ、とりあえずこのね、ボーナスチェストがなくてもできることを、まあ、ちょっとお見せしたかったんで。チェストはこのように隙間に置いて、この持ち物を移動させておくことができるんですね。まあ、そのうちちゃんとね、チェストをいっぱい作って、まあ、この中を整理していきましょう。では、二日目にやるべきことは、ベッド作りですね。ベッドに必要なのは、木材、木と、あとは羊の毛になります。前の日はね、羊がたくさん歩いていたんですけど、まあ、ちょっとこの辺にいなくなっちゃったんで、まあ、羊をちょっと見つけに行きましょう。あ、いたいたいた。まあ、ちょっとね、申し訳ないけど、この羊を斧で叩いて、やっつけます。まあ、そうすると、お肉と、まあ、羊毛が出てきましたね。まあ、この白の羊毛、同じ色の羊毛を3つ手に入れましょう。では、4つ手に入れたので、1回拠点に戻ります。今ちょうどね、ゲージが入ってきたので見ていきますが、この下の方にあるお肉のゲージが今3つになってます。これは空腹度を表すパラメータなんですが、まあ、今はあと3つで満腹度が0になってダメージを受けるようになります。そのダメージはすぐ左にあるハートなので、まあ、今1個減っている状態ですね。さっきちょっとね、ゾンビに殴られた分ですかね。このハートを回復させるには、この満腹度のパラメータをマックスにする必要があるので、たくさん食べ物を食べる必要があります。このブロックを使うボタンで、まあ、このリンゴを例えば食べたりとか、あとはこのパンを食べたりとか、そうすると少し回復しましたよね。で、あとは2つとちょっと回復させる必要があるので、このお肉を食べれば多分大丈夫なんですが、これ生の肉なんで、焼いてから食べた方が回復量が多いんですよ。なので先ほどのかまどを使って、このお肉を調理していきましょう。では、お肉をここの上に1個置いてみます。はい、するとね、焼き羊肉。まあ、羊肉が出来上がりました。で、これを食べると、これでマックスになったので、まあ、しばらく待っているとね、このハートが回復します。完全に回復しましたね。なので、こんな感じで満腹度を常にマックスにさせていれば、ハートが自動回復していくので、まあ、食べ物がかなり重要なことがわかると思います。では、次はこのね、羊毛を使ってベッドを作っていきましょう。ベッドは最初からレシピに載ってますね。白色のベッドが作れます。白色のベッドは、板材3つと、この羊毛3つで作れます。で、これを置いておきましょう。このベッドが何かというと、これを使うと夜の時間をスキップできるというね、まあ、チートアイテムなんですよ。おまけにセーブポイントにもなっていて、例えばモンスターなどにやられて死んでしまっても、この直近で寝たベッドからまたスタートできるんですね。まあ、もしベッドがない場合は、一番最初に出てきた、だいたいこの辺あたりに出てきます。なので、ベッドさえあれば少し遠くにいても、まあ、その場所からまたスタートできるようになるということですね。ただし、ベッドを一度壊してしまうとセーブポイントもリセットされてしまうので、そこは要注意です。では、このね、穴をもう少し広げて、まあ、少しね、この丸石をゲットしましょうか。まあ、こうやって横穴を掘って生活すると、これでついでにね、資材が手に入るからいいですよね。そして今持っているツールを全部このね、石に変えちゃいましょう。石のツルハシ。で、まあ一応石のシャベルも持っておきましょう。
余裕があるので、今度は石の剣を作ります。この剣はね、斧よりも攻撃力が高いんですね。なので持っておきましょう。木のつるはしはいらないので、これは次の燃料に使っておきましょう。あと他にやることがあるとすれば、今度は石炭を探すことですね。だいたいこの地面の穴とかに洞窟があるので、ここにちょっと入っていくと石炭があったりします。ありましたね。この石の中に少し黒い点々が入ったのが石炭なので、これをツルハシで掘ります。そうするとね、石炭が手に入りました。これは木炭とほとんど同じなんですけど、このようにね、冒険してれば勝手に手に入るので、結構便利ですよね。で、ついでにこのね、豚さんがいるので、申し訳ないけどね、退治して、この豚肉をもらいましょう。この石炭は、こんな感じで、木炭のように燃料にすることもできますし、あとは棒と合わせて松明を作ることもできます。全く同じですよね。で、早速このね、取ってきた豚肉を焼きたいところなんですが、ただただここで焼くと、ひたすら燃料がね、必要になってきてしまうので、ちょっとした裏技があります。で、この作業台で、このね、焚き火を作りましょう。焚き火は棒が3本と、石炭が1つ。そして、何でもいいので原木を3つ置くと、この焚き火が作れます。焚き火を置くとですね、一応明かりにもなりまして、こうやって煙が出てきました。そして生の肉をここに、こんな感じで設置すると、しばらく待つと、これ自動的に調理されて出てくるんですよね。はい、出てきました。これはあとは拾うだけです。これで焼き豚になりましたね。で、これはね、燃料が減らないので、半永久的に使えます。序盤のサバイバル生活にはね、欠かせないアイテムの一つですね。そしてちょうど夜になりましたので、じゃあベッドを置いて、夜をスキップしましょう。はい。これで朝になったはず。朝になりましたね。もしマルチプレイでやっている場合は、これベッドが人数分必要になってくるので、その分羊をたくさんやっつけてウールをゲットしましょう。はい、これで序盤にやるべきことは大体終わりです。今日やったことは、まずは木の伐採、そして道具作り、そしてこのホラー穴ですけど、一応拠点作り、そして燃料を集めて食料調達、で最終的に羊毛を集めてベッド作りまでやりました。慣れてくれば、このプロセスを大体1日で完了することができます。なので、このマイクラの世界で言うと、昼間が10分なので、10分でここまで来れるようになるんですね。なので、初心者の方は慣れるためにも、一回ここでまたやめて、もう一度別の世界開いて、何度もこのね、プロセスをやってみるというのもね、練習としてはありかなって思いますね。あと、このマイクラで他にやることは、冒険して、またさらにアイテムを集めたりとか、他にも砂漠とか山とか、ジャングルとか、あとは雪原とか、もうたくさんあるので、新しい地形を、見つけてくるとか、あとはどこかにいるボスモンスターなんかもいるので、そのボスを退治しに行ったりとか、で最終的に集めてきたアイテムで拠点を広げて、自分の場合はね、最後は街になりますので、それを目標にして頑張っていこうと思います。では初心者講座はこれで終わりではないので、次回以降も、この続きからやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。おー。サバンナ。もしくは、砂漠もちょっと入ってるね。とりあえず、木こりをして、作業台を作って、ツルハシと、斧ぐらいは作っておきましょう。羊いないかな？とりあえず村があったんで、村があれば、イージーモード。この村の中のベッドを、いただいてしまいましょう。で、村のチェストなんかも、あさって、なんかいいものがあれば、持ってっちゃおうかなと思うんですけど、パンがあったので、とりあえず今は食料が欲しいね。あとは、この装備があったんで、これは、頭に装備しておきます。これで少し守備力が上がるんで、少しでもね、敵からのダメージを減らせるようにしていきます。松明も発見しました。だって村さえあればね、松明とか食べ物を作らなくてもね、手に入るから、めっちゃ楽なんだよね。とりあえずね、石をゲットして、ツールを石に変えていきます。と、まず、この村の一番広い家をね、自分家にしていきましょう。ここにベッドを置いて、このままチェストを使わせてもらおう。この石はいらないので、ここに作業台とか置いて、そしてとりあえずかまどを作っておきますか。かまどは、こんな感じにしとこう。で、作業台を下にこうやって埋めて、あとは石炭をね、探しに行きますか。石炭はこうやって結構地上に近いところだったらどこでもあるんで、
まあ、歩き回ってれば大体見つかるかなって思いますね。こいつはね、村の警備みたいなもんですね。殴ると襲ってくるんで要注意です。石炭を取ってきたので、じゃあひとまず焚き火を1個作って、まあ、ちょっと煙っぽいんで外に置いときます。で、これで、まあ、お肉も焼けるようになりました。これで一応1日目でさっきのワールドと同じようなところまで行きました。さあ次は、次は森ですね。ここはちょっと楽勝すぎるので別のところ行きましょう。まあ、次も平原ですね。しかも村もあるし、まあ、ちょっと起伏が激しいけど、まあ、あまり資材に困らない場所ですね。お、次はまた森ですね。そして今回はね、海が近いので、まあ、海の資源をねうまく活用できるかなと思いますが、まあ、序盤では魚を取る以外はそんなに使うこともないかなと思うんで、まあ、基本的にここもやることは同じですね。ここはマングローブ。このマングローブは湿地帯の熱帯バージョンみたいな感じなんですけど、まあ、ここにはほとんど敵が湧いてこないので、まあ、ある意味いい場所かもしれないですね。多分このね、ドロブロックの上にね、敵が湧けないんだと思うんですが、まあ、アップデートとか来てなければ、まあ、以前と同じようにね、ここは結構安全地帯として使えるでしょう。ただこのマングローブの木はかなり伐採しにくいので、そこは一つめんどくさいところですね。まあ、マングローブの木はこの根っこを少し避けて、あの赤いところが幹になるので、あれをまずは手で伐採します。ただ問題があるのは、ベッドですね。マングローブには羊が湧かないので、まずはこのマングローブの外に出ることを考えましょう。カエルがいる。カエルは現時点では何の役にも立たないので、とりあえず無視で。あっちに少しサバンナがあるんですね。マングローブはそこまでね、広いことはないと思うので、簡単に抜けることができると思います。この小さなサバンナから何としてでもこの羊をね見つけましょう。かわいそうだけど他のねこの動物をやっつけることで新しく羊がまた湧いたりする可能性があるので、こんな感じでやっつけながら進んでいきます。羊が3匹いたので、これでねとりあえずベッドを作れますね。木はマングローブよりもこのアカシアの木の方が木こりしやすいので、ここからちょっともらっていきます。よし、とりあえずベッドがあればまあね、なんとかなりますね。ね、ちょっと離れたところに普通の木とかもあったので、まあ、ここもなんとかなりますね。じゃあ、ここの、じゃあ、ここに横穴を掘って拠点を作りましょう。なんかこのね、アカシアのドアは独房みたいだよな。とりあえずこのね、チェストをクラフトで作って、置いときます。そして、かまどを作って、今度は焚き火を作ります。今度の焚き火は石炭じゃなくてね、木炭で作りました。よし、これで完了ですね。という感じで、まあね、いろんなバイオームでやってみたんですけど、まあ、他にもまだ砂漠とかジャングルとか、あとはね、雪原とか、まだ出てないところがいっぱいありますので、まあ、それぞれの場所で序盤どうやって生き残るかみたいな動画もね、今後作れたらいいと思います。ぜひ参考にしてください。